創業115年店内工房のあるジュエリーマンの篠原です。先ほどですね、置物のクリーニングを、取りに見えたお客様からですね、こちらなんと、ラスクにチョコレートかかったお菓子をですね、差し入れをいただきました。もうカメラを通して画像を通してチョコレートのいい香りがすると思いますが、こちらの方ですね、後でスタッフみんなで、食べたいと思います。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。